キリンカップサッカー2001、今年の最終戦だから今日は間違いなく激しい試合になるだろうというふうに話していました。さあそのストイコビッチ絡んでいったのは2トップは札幌で2ゴールを決めた9番の柳沢、そして22番の鈴木孝之です。このキリンカップは5人のフィールドプレーヤーの交代が11番のボグナロビッチと9番今年ユーゴリーグ得点王のビビッチです。サブのメンバーはご覧の通り、控えのゴールキーパー12番のリーストビッチはパラグアイ戦後に追加招集された選手です。ユーゴスラビア代表は今年の6月から元代表監督のボスコフと、今日勝たなかったら優勝できないんだという試合をやった方がいいと思います、ね、なるほど、はい、さあストイコビッチだ。ストイコビッチが周りを見ている。グランダのボール、ジムドビッチボールを出した。これは松田がストイコビッチらしいスルーパスですね、はい、このスルーパス、はい、オフサイドはありませんでした。そのためにメンバー、そして戦い方は基本的に変えない、そのままなんだという指示を送っています。はい、結局川口からそして2トップの鈴木、柳沢まで、で福岡に近い県西部の日田市では最高気温が36度4分を記録したという、日中は非常に暑かった。さあ鈴木あと、まあ、来年はね、はい、同じ季節でやりますから、ちょうどいい勉強になるじゃないかなと思いますね、はい、その本番と同じような感覚でこうして実際の会場で試合ができる、はいはい、それとね、やっぱりこのグランドの作りは素晴らしいんですけど、どれぐらいのお客さんが来たらね、スタテン出しました柳沢。しかしこれはユーゴスラビア、ストイコビッチがボールをキープした。ストイコビッチが一旦最終ラインまで下がって周りを見ています。ストイコビッチどうするか。13番の今ボールをキープしているペトコビッチは97年のセカンドステージ横浜マリノスでプレーしました。今ストイコビッチに稲本が、さあこのルーズボールはストイコビッチがボールをキープした。手前ジムコビッチがいるが自らドリブルで上がっていく、切り返した。ストイコビッチ中を抜いた、スルーパスを出す。しかし松田がカットした。またストイコビッチ、ピクシー2人がかり、森島と稲本がついています。ボールをインターセプト森島。さあストイコビッチ見せ場です。おっと壁に当たった。場内からは一斉にフラッシュがたかれました。おっと、的の激しいプレー、ノーホイッスル、ね、はい、コンディション的なことがありますから、はい、今日は思わず手を仰いでました、はい、逆にトルシエ監督はね、10分に松田、20分に小野に指示を与えて以降は細かく言うことはないじゃないかなと思うんですね、はい、さあストイコビッチだ。ストイコビッチスルーパス入れた。一旦ストイコビッチ戻す。中には逆サイドゾリッチへのボール。俺らレギュラーだっていうね、そういうプレーを見せるということも大切じゃないかなと思うんですね、はい、その日本の控えのメンバーがね、ゴール裏でもうすでにアップを始めているんですよ、はい、その中から服部を、キッチの折り返してゴール前、ヘッドでクリア。さあストイコビッチシュート、まだボール来ている、クリームでシュート、いや本当に素晴らしい攻撃でしたね、はい、ストイコビッチからこのボグダノビッチへ、はい、7番のクリボカビッチ、もう一度ピクシー、ストイコビッチへ。ストイコビッチがマーク、鈴木孝之体を入れた。さあストイコビッチボールを取った。9番のディビッチが前線走っています。そして手前はボグダノビッチへ。ワールドカップの日本側のメイン会場の一つである大分ビッグアイ、超満員の観衆、日本代表へ、そしてストイコビッチへ大きな声援が送られています。8番のトロボクダ、今日シュートを2本打っています。そしてストイコビッチ1人かわした。ストイコビッチ周りを見ている。ピクシーがあっと、白のシャツに青のパンツ、ユーゴスラビア代表が今度は左にエンドを取りました。10番のストイコビッチです。キーパーのミスだってはっきり言いましたね、はい、村山さん、はい、一方の日本代表ね、ハーフタイムのロッカールームの表情を伺い知ることはできなかったんですけれどもね、選手何人かに声をかけても別に疲れはないんだと、はい、いうことを言っていましたね、はい、ただ一人その中で交代を命じられた小野、試合監督も相当意識しているようでしたね。そうですか、はい、ポッとファールがありましてプレーが再開されます。ストイコビッチだ。手前ゾリッチがずっと走ってきました。ストイコビッチ1人かわすか、中にボールを入れる、どうか、ゴール前、公式戦はこの後 J リーグのファーストステージ残り3試合に出場して現役としてのその代表最後の試合ということではあるんですけれども、はい、そういう感傷に浸っている
場合ではないわけですからね。そうですそうです。さあ柳澤前向いた、はい、6番の服部中へボールを入れたストイコビッチへ、まあ、ちょっとね、1-0 で勝ちは勝ちですけども、そうですね、そのあたりもね、上村も怪我したし、まあ、誰が怪我いつするか分からないからね、今日は、まあ、両サイドがまだ完全固定してないというね、あ、なるほど、まあ、右がハトで固定しつつあるんですけども、ジャパンカップとしてスタートしまして、今年で22回目の国際トーナメントキリンカップです。さあストイコビッチ前が空いている、ストイコビッチ折り返した、ゴール前、連名のクリア日本です。縦長いボール、ストイコビッチへ、15番のジッコビッチを走らせる、ピクシーにボールを返した、ストイコビッチ真ん中、ユーゴのディフェンダー体を入れる、後半19分が経過しました、1対0です。このあたりちょっと18番の戸田と宮本を入れた、今度伊藤も呼ばれるということは攻撃的にあんまり変えようとしてないですね、はい、さあストイコビッチゴール前、あっとこれはダイレクトで、そして代わって入った久保にとってもこの残りの時間で大いにアピールしたいところです。日本代表、一方のユーゴスラビア、ストイコビッチがボールをキープしています。手前ゾリッチへ、強烈な印象を残すことができるかどうか、ストイコビッチのフリーキック、サインを出した、ゴール前高いボールだ、ファーサイドを使いました。そうですね、英雄の中の負けて引退しないためにやっぱり頑張ってほしいですね。ストイコビッチどうする、とこれはあっとホイッスルがありました。ちょっとドリブルミスでね、ボール取られてしまったんですね、はい、非常に蒸し暑いコンディションの中、ストイコビッチも疲れ切ってますね、お互いゴールキーパーの川口へ、川口が縦にボーンとボールを蹴りまして、ここで試合終了です。稲本の1点、日本が守りきりまして1対0、ユーゴスラビアを下しました。キリンカップ2年連続。この蒸し暑い非常にタフなコンディションの中で